ベトナム航空は、ベトナムの国営の航空会社であり、ベトナムのナショナルフラッグキャリアである。1956年に、ベトナムの旧宗主国フランスから、ハノイザラム空港の返還時に創設された、ベトナム航空局を母体として、1989年4月、設立された。現在は、ベトナム国内18都市及び、世界28都市に就航しており、 インドシナ半島の路線が充実している。尾翼にあしらわれた金色のレンの花は、ベトナムの人々にとって、ジェと、優雅さの象徴している。2010年6月10日に、航空連合のスカイチームに加盟。航空券の座席予約システムはサーブルを利用している。2014年11月14日に民営化、株式公開に伴い、日本の全日本空輸に、 株式の一部を売却するという報道がなされた。その後2016年1月12日、ANA グループとベトナム航空の間で業務、資本提携に関する基本合意書が締結したことが両社より発表された。これに伴い ANA はベトナム航空株式の約8.8%を2兆4310億ドンで取得し、 ベトナム政府やベトナム国会などの承認が得られれば、同社に対して取締役を派遣し、さらに広範な業務提携を検討することとなる。コードシェアビンや ANA マイレージクラブの相互提携は2016年10月30日、登場分から開始された。なお、全日本空輸との提携に伴い、 日本航空とのコードシェア便の運航や JAL、マイレージバンクの提携終了するかについて、ファン・ゴック・ミン社長は、ANA との提携は、包括的なものであり、10月をもって JAL との提携は、解消すると公表した。2016年7月1日に、同年10月29日登場分をもって JAL とのコードシェア便が終了することが、JAL から公表された。ベトナム航空は、 ボーイングの顧客番号は 6K が割り当てられている。また、ATR の置き換えとして100席クラスのジェット旅客機を選定していて2012年頃は三菱スペースジェットも候補機種になっていた。国家歴史的にかつては、急遽3軒の旅客機を運行していたことがある。座席サービスは、ビジネスクラスとエコノミークラスの2クラス制。 最新型のビジネスクラスシートは、プライバシーを確保したシェル型で、シートはほぼフラットにリクライニング可能。機内食も各クラスを問わず提供されており、ベトナム長距離国際線では、フォーや文房笛などのベトナム料理を、ベトナム韓国、日本発議路線では、該当国に応じた伝統的料理を、ベトナム中国、台湾を含む、近距離国際線では、 軽食が出される。女性客室乗務員が着用する制服は、各個人の体型に合わせて、20箇所以上を採寸して、作成される青材であり、完全なオーダーメイドである。そのエキゾチックな雰囲気でも人気が高い。男性客室乗務員も登場しており、男性の制服は、白のワイシャツに赤いネクタイ、黒のズボンである。ハノやダラットなどの都市では、 市内の自社オフィス前と空港ターミナルとの間でリムジンバスを運行している。IATA 航空会社コードの VN とはかつての南ベトナムに存在した航空会社のエアベトナムが使用していたコードである。ちなみにエアベトナムは運行停止状態になるまで東京、大阪に乗り入れていた。また3レターの HVN とはかつてハンコンベトナム航空と呼ばれていたため 近年は、機材も刷新され日本出発便はほぼ定時、運航されているが、以前は、共産圏航空機も多く整備状況も良くなかった。ため、ベトナム国内線では遅延するのが状態化していたため、ベトナム人からは、ベトナム航空は、別名、新ロイ航空という別称がついていると、坂場光雄、元在ベトナム日本国特命全権大使が述べて、いるとは、 ベトナム語でお詫びします。申し訳ありませんの意味。イギリススカイトラックスによる航空会社の格付けでザワールド・フォースター・エアラインズの認定を得ている。ベトナムのエアラインとしては史上初の獲得。タグラインはリーチファーザー。ありがとうございます。